カウンターの中で職人が動き出す。注文からわずかな時間でその一皿はさりげなく出てくる。江戸前アナゴ。よし、最高だ。これ最高です。江戸前花の奥さんです。土曜日、職人はその食材を買うためだけに市場へ向かう。はい、おはよう。ものいいですよ。最高だって。このアナゴもものはいいですけど、うちの使ってるあのアナゴよりもサイズが小さいので、今うちのやつは特別に出してもらいます。東京は古くは江戸と呼ばれ、この江戸の前、すなわち東京湾で獲れた魚介を江戸前と呼ぶ。その中でもアナゴは江戸前を代表する素材だ。はい、もう最高です。江戸前花の奥さんですね。はい、あの業者もチーム持って、これならバッチリです。湾内にあの川からこういっぱいこう栄養がこう流れてきて、流れとかもそういうのも強く、そんなに強くないんで、アナゴなんかはもう特に皮が柔らかい。江戸前を代表する素材アナゴ。その食材を愛する職人は寿司屋の聖地銀座にいた。いいお店もたくさんあるし、それから腕のいい職人さんもたくさんいるので、いつもこう真剣勝負みたいな感じですよね、毎日毎日が。はい、上田は江戸前のアナゴに人一倍の情熱を捧げている。あの他のものと仕込みをやるとどうしてもあの気が散っちゃうんで、アナゴに集中したいんで、アナゴの日を設けて必ずやるんですよ。そのぐらいあのウエイトが重いですね。おっしゃ、素晴らしいですね。今ちょっとあの冷蔵庫に入れて少し仮死状態にします。冷やします。冷蔵庫に入れた後でもまだ動く生きのいいアナゴ。それをさばくための専用のまな板を取り出す。あの目打ちで刺すんで、下に木が受けてなかったら動いちゃうんですよね。形はやっぱり 150g 限定ですね。江戸前の 150g って言われてます。骨が当たらないし、脂が乗ってますし、うちのアナゴ食べた時に骨感じないでしょ。大きくなればあの喉に当たらないような小さな骨も、骨自体も魚が大きくなれば大きくなりますから、自然と口の中にちょっとチクってしたりとかあるんですよ。それがないですね、やっぱ 150g。 この日上田が仕込むアナゴはおよそ20匹。そのすべてをさばくのはそれだけで大仕事だ。アナゴ開いて売ってたでしょ。だから 俺たちみたいに自分で開くのがめんどくさいとか、そういうやつがああいうの買うんですよ。何のために寿司やってるかわかんないですよね。楽しいと思わないですかね、ああいうのやるの。最高の食材を見分ける上田の見極めは早い。さっきの店で納得いく小肌がなかったんで、もう一軒小肌を探しに行きます。お分かりになっただろうか、わずかな瞬間に小肌を見極めている。小肌の胃の大きさ、グラム数は上田のその手に感触が染みついている。良い食材がなければ上田は買わない。この方について一緒に貸し行ったらと、先輩についてちゃんと買えるんだ、でも結構怒られるんですよ。上田が信じるのは自分の目と経験だけ。賞味期限すら信じない。
大体こう賞味期限とか書いてあるんですけど、でもそれだけじゃ信用できないから、やっぱ自分の目で見て。どんな素材でも必ず自分の目で確かめる上田だが、最高の素材を手に入れるには真似できない年月の積み重ねもある。長いおつけ、何十年、30年以上、何年ぐらいか、40年、35年ぐらい、35年。僕店やっても17年ですけど、もう15年ぐらい付き合ってんじゃないですかね。頼んであるから私用にちゃんと20本30本ちょっと、ネットに入ってるんですよ。これもだから信頼関係です。多くの店との出会いの中で最高の食材を扱う卸を見つけ出す。上田と彼らの付き合いは長い。社長のために棒は周り見てきてるけど、ヤギなんか一つもないんだから。それでこれ今日はね、真面目にこれ作るのにね、相当頑張った。これはその値段のね、メリハリをはっきりつけないと、値切るときは値切る、こっちがある程度泣いてあげるときは泣いてあげると。最後人ですよね、やっぱね。そんな中、上田は客商売だからこそ大事にしていることがある。帳場って言うんですけど、はい、あそこの女性が感じが悪いとそこはもういかないです。僕たち客商売なんで、お客さんからお金いただいてそのなりわいが立ってるんで、それなのに不愛想だったら行きたくなくなっちゃう。開いた穴子は塩をつけて揉み、ぬめりをしっかりと取る。揉み終わったら、今度は冷水で洗いながら塩味がなくなるまで揉む。開くのとか塩揉みするのとかはそんなに他の店と変わらないんですけど、包丁でしごくぬるぬるを完璧に取る。その後きれいに水洗いする。煮汁が濁らない、生臭みがない、すごいですね。1回に仕込む穴子は20本以上。一つ作業を増やせば、かかる手間はもちろん倍増する。まだあるんですよ、穴子は。突き詰めると。内臓の膜を残ってたら取ります。多分ね、かけすぎだと自分では思うところはあるんですよ。多分、一つ手抜くとどん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 手抜くようになっちゃうんで。買ってきたわかめはこれ、かき取ります。上田の月曜日は忙しい。総仕込みに当てているこの日は、寿司屋で用意される大部分のネタを一気に仕込む。総仕込みの内容を知れば、アナゴを別の日に仕込む理由がよくわかる。少しでも時間無駄でしないように、3つぐらいの動作をいっぺんに頭の中でやっていかないと。この日、上田が仕込むネタは10種類以上。たった一人でランチまでのわずかな時間で仕込み上げる。一つ一つの仕込みにやっぱり手抜いちゃうと、最後は自分で自分の気に締めるじゃないけど、苦しんじゃうんですけど、丁寧に速さも大事です。数多くの食材への知識と高度な調理技術を要する寿司屋。そんな中で上田は脇役と呼ばれる素材にこだわる。触ってこうふわっとしてて、手にトゲに当たった時のチクチク感がない。ただ薄ければいいってことじゃないし、人が長さがないと水にさらしてこうくるってならないし、こんなにふわっとして、朝出して夜片付ける時にまた綺麗な水で一回すすいで、それでまたしまうんですね。枯れちゃうんですよ、そうすると。そうしないと。そんな中でも上田の仕事の時間は大半が洗い物に注がれる。同じ職人がこう店持って5年でこの店の綺麗さって差ができますからね。俺なんかが親方に基本掃除って言われてますよ。掃除ちゃんとできないやつは仕事ができないやつ確かにも言えてるんだと今になって。決して派手ではない仕事を積み重ねるということは、隅々まで上田の思いが染み渡っているということ。積み重なった先に寿司が芸術と言われる理由がある。一人仕事になると大変は大変だけどいいですよね。自分が納得いく仕事できる。よく怒られましたもん、親方に。何でも自分でやりするけど、下の方が伸びないから下の方に何でもやらせてくれ。独立から使い続ける穴子を煮る鍋、17年経った今も
新品のように輝いている。だから絶対勧めますね、穴子は。嫌いって言っても勧めますね。で、食べたら美味しいって言いますから、出しても恥ずかしくないと思います。はい、それだけ東京の穴子は素晴らしい食材だと思います。今は納得してますけど、さらにその上を目指して、もしかしたら来年のうちの穴子の方が美味しいかもしれないと思って、ひょんなことできっかけで、あ、ちょっとこれ試してみようっていうのがある日生まれるんですよね。それが経験、修行とか経験が浅いうちは年から年中そういうのが出るんだけど、年数が経ってくるとそんな目新しいものってなかなか出ないんで、また来年になったらもっとしかしたら少し作り方が変わっていくかもしれないですね。でもここ 3,4 年はちょっと全く同じやり方なんで、あんなに綺麗に塩もみしてぬめりを取って包丁でしごいても若干これだけ上がりますんで、おろそかにやってるところはこんなにこう醤油の色が出てね、濁った出汁ですね。ここで火を落とします。ここは強火ですね。火を薄く切って、これが昔のからある穴子の炊き方です。泡立たしすぎちゃってもらいました。この出汁、泡がこう巡回するようにこう持ち上がって少しこう隙間が出るぐらいで、また下の方で、はい、穴子の煮上がりっつって、なんていうの、ザルにこうブワーって揚げちゃってる店が一軒あるんですよ。はい、入ってます、愛が。作る各料理人がその食材に感謝して、あのプライドと責任を持って料理に励んでるというか、料理作ってるってことじゃないですかね。まず僕なんかはもう自分が買った魚にやっぱ感謝しますからね。そういう気持ちで作らないと美味しいものできないですし、そういう気持ちだから、プライドを持ってるっていうのはやっぱり日本の伝統なんだから、自分から崩れたら困るっていう、そういう責任感もすごいあると思うんですよね。そこら辺でみんな一生懸命やってると思います。バッチクです。もう世界に発信して恥ずかしくないですね。バーナーは買ってみろって感じです。上田は寿司はできれば手で食べてほしいという。お母さんは手でおにぎり握りますよね。でお母さんのおにぎりって美味しいじゃないですか。お母さんが作ったおにぎりを箸で食べて美味しく感じますよ。それを想像してみてください。それと一緒だと思うんですね。僕らも心を込めて一個一個の言ってるんですよ。見慣らしてあげたいとか、喜ばしてあげたいとか。で、気を入れられるじゃないですか。心を込めて握った寿司の僕の心が箸で線が切れちゃうと思うんですよね。その一皿が私たちの前に出てくる。やっぱ、ああ美味しかったって言われるだけですね。その一言ですね。もう今日の朝から今日の夜までの疲れが取れますね。多分美味しかったの一言をもらうためにやってるようなもんじゃないですかね、やっぱり料理人は。